し買ってもいい？仕方ないわね。いいわよ。わあ、やったー。私も。僕も。そんなお金あったかしら。どうしましょう。なら、さあこの中から好きなカゴを選んでくれ。選んだカゴで買い放題よ。カゴ1個選んで早いもん勝ち。あれ？カゴです。あ、ちゃんとカゴ中。はい、中くらい。でかー。やばー。でかー。入れるよこれ。なんなのこれ。おー、岩パレス。大きいカゴなんですけど。大事にねやつ。見て。全然入る。やばいこれ。さっき、めっちゃ欲しいなと思ったものがあったよ。これ欲しい。これやばい。これはもう買って、スタジオに置きたいんだよね。どう？絶対いいじゃん。絶対いいやつ。ね、じゃーん。やばい。カゴだからこそ入るやつやん。ねえ。分かったよ。欲しい。プライド高い子でしょ。よっしゃ。はい。ぽっちゃま。すごいかわいい。みたいになってる。可愛すぎるかも。これやばいね。これもはい、全然余裕。まだ余裕。やばい。いや、もう中くらいになったら特に気にすることもありません。どんどん欲しいもの買っていきたいと思います。なんか思い出の品いっぱい買っていきたいな、うん、俺これ大好き、ヨーグレット。出た、ヨーグレット。そう、これも買っちゃい。これちっちゃい時に、おばあちゃん家行った時になんか毎回これくれてて、あー、これ思い出の品だ、買っちゃい。懐かしいねこれね。めっちゃ懐かしい。ちっちゃい時に自転車でちょっと遠くの公園まで友達と行って、刺激クスを買って帰ってくるっていう。めっちゃいい思い出や。謎の遊びしてたな。いいね、何でも買えるやん。何でも買えちゃうな。ちっちゃいのになっちゃった。ちっちゃいよこれ。待って、だって中くらいのカゴでもさ、こんな違うよ。めっちゃちっちゃい。でもね、ここは駄菓子屋さんなんですよ。駄菓子屋さんといえばめちゃくちゃ小さいものもあります。お、確かに。ここちっちゃい。カラフルにしたい、この中。うんうんうん、お、綺麗。1個入れただけでこんな埋まるの、嘘でしょ。そんなバカな。けど、ちょっとカラフルがテーマだから、うんうん、いいね、かわいい。綺麗綺麗。ちょっと2個が限界かな。待って、これ見て。レインボーキャンディー。めっちゃカラフル。ね、もうカラフルに欠かせない。え、そうでしょ。斜めにしか入んない。そんな。あ、オッケー。入ったー。いいですね。いい感じ。駄菓子屋さんは小さいものだけじゃないんです。お、細長いものもいっぱいいます。おー。じゃーん。おー。これだとさ、メンバーカラーっぽい。あ、で、リリちゃんのメンバーカラーです。オレンジ。かわいい。これも。天才だ。バランスが。これ天才だ。もう片方に。すごいバランス。いいですね。そう、これでバランスが取れた。あのカゴに。あ、入れてみようか。おーおーおー。あ、でかっ。一番私が買ったちっちゃいやつ。カゴより大きい。入んないよ。どうしても困った時は私のところに来たか。おー。いや、長老。その言葉、しっかりと覚えておきます。長老。嬉しい。頼りになるな。よし、ちょっと持ってこ。そして、これ美味しいのよ。これめっちゃ美味しいよね。焼肉屋さん太郎。おー、まあまあまあ、せっかく大きいカゴだからさ。うん。やおいおいおい、でかいやつ。こんなあっていいんすか。あれさ、うまい棒のさ、でっかいやつとか欲しい、うん、やばいやん、それは。探そう探そう。まだまだでも入る気がするから、大きいのとかも買っちゃおうかな。買っちゃうか。うん。じゃが塩バターもうまそうだな。これ、入るかな。チャレンジ。やばい、もうここの隙間しかない。もう終わりやん。あとこの隙間に詰め込むしかない。うわー、贅沢しちゃった。いや、でもこの贅沢したい気持ちもあるんだよね。じゃじゃーん。梅。梅コーナー。大好きなんです。梅。買いたい。バイマン。入るかな。ちょっと入るか。ちょっときついか。あ、よし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 。ギリ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 。ピンク色。あ、かわいい。かわいいですね。よしよしよし。あ、いいですね。入る入る。すごい上手だ。あれ結構いっぱい入ってるな、こうやって見たら。そうでしょ、ほら。だって駄菓子はやっぱ小さいものが多いからね。いっぱい入るんだよ。箱に見合ってなくない？え、なんかね、予想以上にいっぱい入っちゃった。パンパンになっちゃってる。わかった、目標、カジでタイちゃんに買って。いや、そうだね。いや、いけますよ、絶対いける。タイちゃん、でかいですけど。カジだけだと、かけちゃうかも。うん、るよ。え、もういけていける。負けないもんね。やばい、勝負に挑まれた。ありました、うまい棒コーナー。この前はちょっとエリスグリすぎるな。いやー、エリスグリね。でも私はうまい棒を1本ずつは買いません。まとめて買います。やばいってこの量。いやー、なにこれ。かわいいな、名前。このサーバー、キルキルマートときちゃん。やったー。
はい、これあのスクショタイム。すごくない？これやばいね、入るのこれ。じゃあ。飛んでね、これまだ買えるから。まだ買えるのやばいね。すごいよ。これハーちゃんにカスでも負けないためにもうちっちゃいもの入れまくろうかな。確かに。これ大好き。あ、アポロ。もうこれは外せない。あ、棒きなこ。棒きなこだ。これもなんかお母さんも好きだった気がするんだよな。いいね。クラスで出た豚麺食べたかった。でも、うん、母ちゃんさ、そこに引っ掛けてたやん。あ、確かに。ちゃんと持てれば OK。 持てれば OK？ うん。え、じゃあもう、こうしたら豚麺コンプリートできちゃうよ。あ、いいね、いいね、いいね。これどうしよう、開けたらひっくり返ってたりしないかな。見てください、あ、ピカチュウ。はい、あ、全然入る、全然入る。これはちょっとね、いっぱいいっぱい。めちゃくちゃ笑顔で、かわいい。すごいカラフルだ。ラムネ。お、ほんとだ。あ、でもちょっと、あ、でも、あ、意外とぴったし。すごい、横ぴったしだ、これぴったり、ぴったし、ぴったし。結構入るんですね。意外と入るね。駄菓子の定番といえばうまい棒。うまい棒、うまい棒食べたい。うまい棒入るかな。大好きなたこ焼き味。まあ、安定すればこっちのもんだな。お、おー、あとちょっとどうしても欲しいものがあるんです。お、見てください、めちゃめちゃかわいい。ここね、ピカチュウ行くかと思いきや、このおニャオハ、しかもさ、気づいてしまったんです、この靴下の原理。おお。いや、頭いいです。でもここだ、ここだ。いいです、めっちゃカットしてる。安定感がすごい。で、これとなるとまだまだ欲しいものがある。うんうんうん。まあ、せっかく大きいので、大きいのがたくさんあるコーナーに来た。やばいね。やばいよ。見て、箱でいける。ポテトフライ。やばい。夢じゃん。夢だよ。駄菓子屋バター。じゃがバター入っちゃうの、この中でも。すごい。まだ。まだ入ります。まだ入ります。まだ入るよ。え、待って。出た。オレンジガム。これもう大好き。入っちゃうじゃん。うん、入れますと。もう箱だらけ。ねえ、すごいいっぱいになってきた。あとね、見てこれ、長っ、長げ、でかっ、ね、面白いでもこれねえ、うわ、入る、入る、おもろ、溢れてるもんね、これね。いや、でも入ってるから、カゴにはちゃんと。もう全然セーフですね。え、当たり前じゃないですか、うん、ポケモンのグッズもちょっと欲しいな。この中だったらやっぱりカビゴンかな。うわ、リザードもかっこいいな。めっちゃいいな、これ。え、もう両方買っちゃう。リザードまずゲット、カビゴンゲット、サザンドラもゲット。イエイイエイ、買えます。あ、ちょっとごめんね、ちょっとごめんね。あ、ちょっとごめんね。なんかいっぱいあるの、かわいいのいっぱいあるの、どうしようかな。え、でもこれ全然入んないよ、ダーちゃん。お、ダーちゃんになりました。めっちゃ可愛いな。あ、でもちょっと入んないけどな。もうちょっとなんかそういうさっき声聞こえたからちょっと言ってこよう。なんだったんだ今の。なんだったんだ。ちょっとこれ入んないから、さっきのことを思い出して特選でいいの。お、これとこれ。いや、ちょっとバレない、バレない。これ違う、こうしとけば。あ、まあまあ、確かに。これ、うん、で、よしよしよし。あ、見て、あれ、クッピーラーメンの長いやつ。長い。これあれ、え、ベビーときみのお土産。いや、あげないよ、普通に。あげないの。あげるわけないじゃん。これはカゴに入れます。あ、言葉をちょっと思い出して、はいはい、誰かになんか思った時はなんとかかんとかって言われた気がして。あれあれ、ちょっとどうしてもこのコール欲しくて。あー、でもちょっとどうしても頑張っても入りたそうにしてるんですよ。なるほどね。入りたいなって。このカゴの中に入れさせてあげ、かけまつろう。あれ、どういう意味だ。いいんですか、これ。いいぞ。やった、2つも入れてくれる。はい、いや、いいんだ。2つ。まあ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 、その子ね。あら、ピーピー。え、これは入るやろ。無理。これ、私もカゴと同じぐらいの大きさ。じゃあもう、それだけだよ。優しい。はい、カメラに申し訳ないよ。ありがとうね。おい、まあまあまあ、やっぱ大きいカゴを持つ人は大きい器でなきゃいけないから。いや、素晴らしいね。嬉しい、いっぱい入った。タイちゃんには教えるって言ったけど、すいません。まあ、タイちゃん中だしね。そう、いっぱい入るから、いっぱい入るから。ハーちゃん欲しいものこの辺にあったのかな。じゃあ、ちょっと普段お世話になってるハーちゃんにプレゼント1個買おうかな。いいね。実はピカチュウ欲しかったんじゃない。お、これ後輩からのささやかなプレゼント。めっちゃいいね。行かせていただいていいですか。優しい。あ、全然入ったね。入ったけど、もうこれちょっとバランス崩したらもう豚麺さよならしちゃう。じゃあもうピカチュウゲットで。終了か。終了で終了。
まだ入りますか。まだ入りますね、うん、しかも大好きなあれ全然買ってない。そうだよ、ラムネラムネ、これすごいよ、いっぱい入ってる、全部ラムネ。これあのピーピーなるやつやん。そう、これ全部の味、全部の味、このでかいなこれ。であとまあこの辺まだ瓶ラムネコーン、うん、やばいやばいね。ねえやばい、ちょっといっぱいなんだけど、もういっぱいなってきた。もうだいぶ、そして私は気づいてしまったんです。これ穴が開いてます。おこれ、うわ長っ、見てジャストサイズ、これマジックみたいな、ジャストサイズだったんです。あと気づいた、これ普通に乗せられるかも。ちょっと安定感がだいぶやばい、やばくなってきた、限界か、あー限界かも。あとここの隙間になんか入りそう。美味しそうなゼリーある。しかもめっちゃカラフル、え、かわいい。お、え、1、え、すごい、2、おお、そう、刺さった、うまった、これでいっぱい買えた、なんだかんだ、やったー。でもさ、せっかくだからさ、そうだね、これちょっと遊べるもん、これ、あー意外と、意外とあるぞ、横やばい、これこれ多分もう無理やつか、あれトニー、うん、これだいぶもうえりすぐったっすよ。えりすぐりった、待って、ほら、うわ、切りたいか、これここ、あ、来たー、気持ちいい、このスポリ、やったー。ということで、こんな感じかな。はい、よし、こんなにいっぱい買えたぞー。いっぱい買えたちょっとでも限界かもしれない、いろんなところに刺した、これすごいなー、工夫がすごいね、繊細の入れ方してる。待って、タイちゃんさ、同じの言ってるんだけど、これめっちゃ美味しそうやったよね。でもこのカゴの大きさでこれいくんだ、ね、贅沢しちゃった、贅沢しちゃったということで、以上タイちゃん、ドキちゃんの一卒駄菓子でした。違います。ポケモン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。好きなポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ニャオ派だったので、ホゲータを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。コメントも待ってるよ。おすすめ動画もチェックしてね。またゲル TV 会いに来てね。せーの、またねー。